でした。ともやんテニスチャンネルのともやんです。MJ です。音聞こえました。やってましたね。はい。あれ。素振りしてました。フォアハンドのあれやってましたね、はい。テニスコート来たら一発目にやる素振り。はい。MJ のフォアハンドバックスイングというのか。はい。全力素振り。全力素振り。はい。そんなんでありまして、今日はフォアハンドを使ったランニングショットを紹介していきたいと思います。はい、で、今回は僕からワンポイント。MJ から100ポイント。え、あ、間違えました。で、僕から1ポイント。MJ。25で。1ポイントで、はい。はい、1ポイントずつ、1ポイントレッスンしていこうかなと思います。はい。で、ちょっと、いいですか。はい。はい。まずランニングなので、まあ、イメージとしてはね、コートの端っこから走っていって、遠いボールを、軸足って言って、後ろの足決めて、パーンと瞬間的に体重を移動させてボールにパワーを伝えるっていうショットになります。ランニングショットなのに止まって足決めてとかいうのはできないんで、もう本当に時間がないっていう状態なので、軸足をぐーっと決めてパワーを貯めて、この足を瞬間的にポーンと入れ替えて打ってもらうんですが、やっぱりこの軸足、後ろの足が曲がらずというか低姿勢にならずに、ボールの方向まで行ってしまう人がすごく多いです。ですので今見てもらった通り、走っていってさあ打つぞーのパワー貯めるときに、右足より頭が先突っ込んじゃう人はもうそのまま走った状態で打つ人が多いです。瞬間的にパワーを伝えられてないんですね。ただ流れて打ってるだけっていうことがすごい多いので、走っていってさあ決めて打つぞーのときに、この足グワーッと一回貯めてもらって、頭がこの足より基本的にあまり出ないというか、こういう状態にならないように頭が突っ込む、上半身だけがバランス崩れるっていう形にならないように気をつけてやってみてください。ですので素振りでやってみると、こうなった状態からボールに対してバーンと飛びついてもらうことが大事なんで、多分ね、もう走ってると打ち方とかはもう考えてられないと思うので、打ち方よりはしっかり土台をしっかり作ってパワーを伝えられることを覚えてもらったらいいかなと思います。ですので、こうならない。これ頭突っ込んじゃってるだけなんで、しっかり後ろの足決まってから、バーン。後ろの足でパワーを出す感じになります。ちょっと、打ってみたいと思います。お願いします。まだまだ追い込んでますね。あ、いいですよ。いいですよ。今のですね、こっちの足決めてから、パン。よし。やった。はい。こっちの足が低くぐーっと入っていてもらえると、パワー出して、えいって打つことができるんで、ここの足がちょっと悪い例もやってみます。ちょっと早くこう、ちょっと走っちゃう。これ瞬間的に止まれないので、次戻るのも遅くなってしまいます。ですので、早く走らない。こうしないね、ちゃんと、ボールの距離感保って、この状態で打ってもらえたらいいかなと思います。ちょっと速いステップだったんで分かりにくいかもしれないですけど、軸足、しっかり低いとこつけてもらって、この状態で打ってもらえたらいいかなと思います。皆さんだからこういうなんかストレッチだったりとか練習前にやってもらえると意識分かりやすいかなと思いますので、後ろの軸足曲げるということを気をつけて練習してください。はい、じゃあ僕からワンポイントで、僕はトモヤンが今足の動きをちょっと言ったんで、まあ僕はちょっとこうの上半身の動きを言っていきたいと思います。で、ラケットを、さっきともやんのデモンストレーションを見てもらったらわかるんですけど、最終的に、まあどうしても打点を前に取るっていうのは結構難しいんで、こういうスイングになったと思うんですよ。上にスイング。こういう感じで。こういう感じで上にスイングするってことは、下から上にこの動きをするっていうのは、どうしてもこう腕の力がめちゃめちゃ必要になるし遅れてしまうんですよ。ラケットの重さを、先の重さをこう遠心力を使っていきたいんで、ラケットをしっかり上げておいてください。上げておいて、これをこう
下ろしてからスイングするイメージ、ラケットの先の重さをブーンと使うイメージを持ってもらう。だから走って上げて打つんじゃなくて、ラケットもこう上げながら行くみたいな、ラケットも上げておく状態を作っておくようにしておいてください。まあ、それとボールの高さによっても、まあ、上にスイングしたりその前にスイングしたりっていうのも変わってくると思うんで、例えばボールが低かったらそれを前にスイングしたら、まあ、それはやっぱネットしたりとか目上に向けてアウトしてしまうんで、そういう場合はこう上にスイングしてもらったらいいんですけど、逆にちょっと高いボールを上にスイングするっていうのはこれはまた窮屈になってしまうんで、そういう場合はちょっとフラットに当ててまっすぐ前に振ってもらったらいいかなって思いました。じゃあちょっと低いボールいきます。低いボールを上に、まあ、スピンをかけてちょっとこうストレートボールをこう巻いていくようなイメージで打ったんですけど、次はボールがちょっと高いとしてそれをこう上じゃなくてまっすぐ当ててフラットに当ててスイングしていく。でこの場合はバーっていってストレートにバーンって打つとそのままボール右側に切れる可能性があるんで、この場合はちょっとクロスにカウンターのような感じで返球していきたいと思います。ちょっといきます。高めでしたね。はい、感じで、この練習はちょっと休憩しながらやってください。あとはもうちょっと涼しくなってからやってください。以上です。最後になるんですが、やっぱりランニングショットでも例えば相手が前に来てるとか来てないとかでコースを変えたりとかするので、ストレートクロスでの打ち分けるとき僕はこういう風に分けてるっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。まずですね、走ってる間に相手 の打ってきたボールのスピードによって僕はストレートだったりとかクロスに返球をしたりとか、まあ相手の状況もすごい大事なんですけど、無理しないことを僕はモットーに頑張ってやってるので、やっぱりボールが速い、相手のボールが速いってことは打点が差し込まれやすいので、ストレートの返球の方がしやすいかなと思います。やっぱりクロスを打つ場合はボールのちょっと外側取ったりとかするので、ボールに近づいた方が打ちやすいんですね。でも早いのに、追いつくことって結構不可能になってくるんで、ギリギリの場合はちょっと自分の打点を後ろにしてストレート気味に返球するっていうことをしてます、ね、ただストレートは基本的にネットが高くてコートも短くなってくるので、スピンをかけて、さっき言ったみたいにラケットから引いて振り上げるようにスピンをかけて打つことがすごく多いです。はい、ストレートだからといって無理してフラット系でこうやって打つ必要はないと思うので、しっかりここじゃスピンをかけてね入ってくれれば相手のバックハンドになったりとかするので、次のボールいいボールが来にくいかなと思いますので、安定的に返すためにも、ね、ちょっと打点を後ろにしてスピンをかけて打つことが多いです。打点後ろの分、ランニングショットちょっと楽にはなってきますね。で、クロスに打つ場合は、あ、このボールは結構時間に余裕があるから打点を前にしてこっちクロスに打とうかなっていう。で、僕の場合は体の向き隠した状態ですね。ストレート見せたいからって言って前向いてえーいっていうことはしません。同じ形で入って打点だけをしっかりちょっと前にしてクロスにすることによって相手に分かりづらい、クロスかストレートが当たるまで読まれないっていうのがあるので、例えばストレートしたかったらちょっと打点を後ろにするだけでストレートです。クロスの場合でも打ち方一緒なんだけど打点を前にすることによってクロスに返球することができるんで、入り方は全部一緒です。ストレート
ってます。ですので相手にかなり読まれにくいです。これをストレートはこうやって打ってね、クロス打つ場合はこんなのとかやってしまうとバレてしまったりとか動きがすごく遅くなってしまったりとかするので、基本的に足の形、ラケットの引き方は全く同じです。全く同じ。ただボールが遅いから打点を前にしてクロスに打つことができる。ボールが速いからストレートにしておいた方が安全だっていう風に僕は判断しているので、無理せず、速いボールなのにクロスとかやったら詰まってしまって逆に力が入らないということが起きてしまうので、この走ってる時にそのボールのスピードによってちゃんと最初に決めておいてください。自分はどっちに打ちたいかっていうことで、どんなボール打ちたいかで決めておくと結構楽に打点合わせたりとかできるので、打つ瞬間に決めるとか、ギリギリまで、まだ決まってないっていうことがないように、走る時間はありますから、その間に頭の中でどういうプレーしたいかは、考えておいてください。じゃあ打点合ってきますので、本当1個分の違いぐらいなんで、はい、走り方同じ、打点を変えてコースを変えるというふうにしてもらったらいいかなと思います。はい、ちょっと相手のボールに合わせる形にはなってしまいますけど、ミスするよりはマシかなと思いますので、まず1つ返すことを考えれば、こういうふうにやった方がいいのかなと僕は思ってますので、はい、ぜひ皆さんも試してみてください。